こんにちは、三蔵法師です。以前南無阿弥陀仏を唱えたら悪人でも救われるというお話をさせていただきました。確かに真っ当に生きている人だけでなく極楽浄土に行けるってどう考えてもおかしいんとちゃうの。納得できへんわね。まず悪人という概念を解説するね。悪人とは自分が悪だと自覚できている人。逆に善人とは自分が悪人であると理解できていない人です。仏教の観点で語る悪人は法律的に悪いことをした人や社会的タブーを破る人のことじゃなくて、私もあなたも実はみんな根源的に悪人なんです。浄土真宗の開祖親鸞様は善人なをもって往生を説く不安や悪人ほやと説いています。人間本来の悪性、それをちょっとお話ししたいと。この悪性というのはお釈迦様が入滅される時に涅槃経というお経にこういうお話を説かれています。草木国土質海上仏。草木、草や木、国土、国や土地、質海、すべてのものは成仏、仏になるんやで。そんな仏になる命を食らってませんか。米粒一つも命、そこに延べに咲いている花も命。おじゃこ好きですか、何匹食べますか、一口で10匹20匹、みんな命です。人間の本来の悪、悪性というのは命を食らって生きながらえないといけないということなんです。それを分かっていただくと悪人ということが分かると思います。私たちも命を毎日毎日奪って生き抜いています。それを分かりなさいよということなんですね。自分が悪人であると理解しているから阿弥陀様に救いを求め、阿弥陀様が救ってくださるんですよ。